今日からスタートしています青森競輪2017ファイナルシリーズ。今回は事業所長杯日本トータカップとしてレースが行われています。初日の競争も後半戦に入っています。7レースはガールズ競輪予選の1、2つ目のカード、まもなくのスタートということになります。地元で初の正規配分になりました加藤めぐみ選手の登場ということになります。人気の中心は6番車栃木の荒牧さとみ、対抗格に4番の高橋理香という人気の状況となっています。さあ対戦の7選手スタート地点に揃ってきました。メンバーを1番から順にご紹介したいと思います。7レースは1番が新潟田中真由美です。2番が愛知斉藤由紀、3番地元青森加藤めぐみ、4番が埼玉高橋理香、5番が岡山三宅玲奈、6番が栃木の荒牧さとみ、そして7番が大阪門脇真由美。以上7選手の対戦です。今年は6回の優勝を果たしています6番の荒牧さとみ、実績的に今シリーズ優勝候補の筆頭格です。前走の西武のイットナイトは3日間しっかり自力で勝負、決勝は高木真由美のかましをまくって優勝と、直前の気配も申し分なしという状況です。そして対抗格に4番の高橋理香です。今シリーズ有数の総合力を持った実力あるレーサーです。女子の3期生なんですが、徐々にこう安定感を高めまして、今年もコンスタントに決勝になって、5月岩木平では初優勝も果たしています。そして地元3番の加藤めぐみ、今季デビューしました地元青森の新人です。補充で9月に1回走ったんですが、正規配分では初めての地元戦です。予選でまだ確定も上げられていませんが、今回いつも以上の気合で上位争いに食い込んでくるかどうか注目の初戦。さあ号砲鳴って7レーススタートです。初手の一人始まっていきます。2番の斉藤由紀が先頭で誘導していきました。1枠1番田中真由美が続きまして2番手です。さあ6番の荒牧さとみ、今外に浮いていますが、初手の位置取りどうでしょうか。前を取らずに2番手付近を狙ったような感じになっていきます。今の斉藤由紀1番前に上がって、2番手に6番の荒牧さとみ、初手の位置取り2番手ということになります。迎え入れた1番の田中真由美が3番手、そして5番の三宅玲奈が4番手、あとは7番の門脇真由美、外枠だったんですが初手5番手になって、あと動けるタイプ4番の高橋理香6番手のスタート、3番加藤めぐみ、まずはこの辺に標準を絞ったんでしょうか。1番後ろあるいは4番の高橋の後ろという状況です。レースは2周回目に入りました。まず2番の斉藤由紀が正攻法です。前走の富山では今季初めての決勝進出、予選2走とも外枠だったんですが、2走目はうまくいい位置で流れに乗ってきていました。ロゴの荒牧さとみ人気の中心2番手のスタート、1番の田中真由美が直づくの状態になっています。予選での絡みは多くないんですが、時計を貯めて回っての伸び足を見せています。1番の田中、そして5番の三宅玲奈はこの後ろで初手4番手です。前期は予選の絡みも多く、予選での勝ち星もあったんですが、近況ちょっと成績落としています。今回は本来の力を発揮できるかどうか。7番の門脇真由美はその後ろで5番手のスタートです。予選は今季2勝と一発逆転の決め足を持っていそうであります。前回の予選も後方からまくり上げて持ち味の縦の足を発揮していました。さあ、まもなくジャンというところです。まず後ろにいた様の加藤めぐみがレースを動かしていきます。4番の高橋理香はこの動きに乗っていって、ジャンの3コーナーに入ります。2番の斉藤由紀が前で待ち受けています。6番の荒牧を抑え込んだ3番の加藤めぐみがさらに先行か。この後ろから4番の高橋理香が、さあここが一気にいって最終先行となっていきそうです。3番加藤がうまく乗っていけるかどうか。7番の門脇も踏んでいって、さあ2番では外平となっている。6番の荒牧は早くも射程圏で、3番手の外2コーナーからバックに入っています。先頭今の高橋理香、まくり上げる7番門脇、さらに6番の荒牧は全体一気に取られていきそうだ。この後ろは5番の三宅がさあきっちり取って、6番の荒牧に5番の三宅の体勢です。あとはまくり上げた7番の門脇3番手で直線コースにあります。先頭は6番の荒牧さとみ、後ろから5番の三宅玲奈ですが、6番の荒牧が勝ちました。6番5番、あと3着どうか。2番の斉藤が突っ込んできたか。7番の門脇も踏ん張っていました。7レースガールズ競輪予選の1、勝ったのは6番の荒牧さとみ、3番の加藤の前々、さらに4番の高橋が叩いていきましたが、うまく3番手の流れに乗って最後はまくり発動です。一気に前段捉えて快勝です。決定まではしばらくお待ちいただきたいと思います。
さあ、この時間から坂本勉さんに入っていただこうと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、坂本さんね、ガールズ競輪でしたけども、はい、荒牧選手ね、しっかりとも気がつけば射程圏に、そうですね、うまくバックからね、まくりを打てましたね。はい、そしてちょっとね、成績ムラのある三宅選手でしたけど、ここはしっかり立ち回りましたね。やっぱりうまくね、荒牧選手の後方をうまく取ってね、そこから行きましたけど、レースがうまいですよね、三宅選手はね。はい、6番5番の体勢となっています。あと3着争いですが、ちょっと長めに踏んだね、門脇選手もいたんですけど、斉藤選手、まあ、前取ってね、ちょっと被りましたけども、そうですね、あとは地元のね、加藤選手もうまくレースを動かしてね、高橋選手を呼び込むようなうまいレースをしたんですけどね。そうなんですよね、あとちょっと高橋選手が頑張ってくれたらって感じで、はい、あとは自分でいけるとこからっていう感じでレースを組み立てたんですけど、ちょっと外ね、打った荒牧選手等が強かったですね。走り方としては別に間違ってない。そうですね、スタートでね、はい、後方になったんで、1回は自分で動いていって、いい位置を取るっていう感じでね、レースを作りましたからね、動きは悪くなかったですよね。はい、さあ、7レース終了しました。代わってバンクでは8レースのメンバーが登場です。いよいよ A 級の1年半制のトーナメントのスタートです。さあ、難関勢3人ですが、6番の湯浅大輔、今日は短期となるようです。2番の山口翼、5番の宇賀神博之、8番の鰐淵圭介、関東3人、2番、5番、8番です。4番の相馬武信、7番丸山隆秀、1番の木村元信、地元3人揃って4番、7番、1番です。あとは3番山本潤、9番の高橋健太、3番、9番の南関東です。8レースは A 級、特予選の1つ目です。発走予定時刻2時2 25分です。決定。1着6番、2着5番、3着2番。お客様に青森競輪第7レースの払い戻し金をお知らせいたします。1着6番、2着5番、3着2番、車番2連勝複式、5番6番1600円、車番2連勝単式、6番5番1520円、3連勝複式、2番5番6番3550円、3連勝単式、6番5番2番8360円、ワイド5番6番1080円、2番6番700円、2番5番4930円。以上でございました。